シュラマル。サーキさん、今日の夕飯ビーフシチューとか言ってたわよね。はい、お母さんが食べたいと言っていたので。あー、そうよね。でもごめんなさい。どうして謝るんです？私今ランチで素敵なお友達と食べてきちゃったの。ああ、そうですか。素敵なお友達って？素敵なお友達は素敵なお友達。今日も癒されちゃった。ああ、そうですか。なら昼と夜で連続になっちゃいますね。そうなのよ。そのランチはライスとパンのどちらでしたか？いやライスだったけど。じゃあ夜はパンにしましょうか。せめて主食は違うものにした方がいいですもんね。いやいやいや、違う違う。はい、この私に昼夜と同じものを食わせる気？何言ってんのかしら、この嫁は。いや、ですからそれを避けるために主食を変えましょうかと言っているんです。主食を変えたってビーフシチューは一緒じゃない。私は連続ビーフシチューは嫌。今日の夕飯は変えて。そんな、お母さんが食べたいとおっしゃったから、もう何もかも済んで煮込んでる最中なのに。あら、そこまで準備してくれてたのね。ごめんね。でも私、今日美味しいビーフシチュー食べたから、もう半年くらいはいらないかも。あんた一人で食べて。じゃあ今日の夕飯は？あー、私あれが食べたいわ。あれ。待ってください、もうこの時間に何か言われても。メンチカツ。え？しばらく食べてなかったのよね、メンチカツ。今さっきお肉屋さんの前通ったんだけど、その時ちょうど目に入って食べたくなっちゃって。じゃあそのお肉屋さん教えてください。は？なんでよ。いや、ナオコさんに買ってきてとは言えないので、私が今から買いに行きます。何甘えたこと言ってんのよ。あんたが一からメンチカツを作りなさい。じゃないわよ。何驚いてるの。あんた匠と結婚してうちの家に転がり込んできたわよね。そんな分際で何反抗的な返事してるわけ。いや、確かに今はお母さんと一緒に住んでいますが、住んでいたアパートが取り壊しになって、次の家が見つかったらすぐに出ていきますよ。ならさっさと見つけて出ていきなさい。それは前にも話しましたが、匠が昨日から韓国に出張に行きましたよね。ああ、匠が韓国から戻ったら探すんだったかしら。そうです。ですのでもう少し待っていてください。見つかり次第すぐに出て行きますので。でも住まわせてやってるのよ。ならそのお礼としてメンチカツを作るのは当たり前じゃない。ですが何も仕込んでいないですし、材料も少ないので今からだと時間が。そんなのあんたの手際次第でしょ。テキパキ動いたらそんなの秒で作れるわ。あの、お母さん。何？ここまで言ってまだ何か反抗したいの？あんたずぶといわね。もっとひどい言い方したら黙るかしら。匠が韓国に行ってから私への当たり強くないですか？はあ？ねえ、あんた本当に何様のつもりなの？うちに転がり込んでおまけに結婚して3年、未だに子供もできやしないあんたが何を偉そうに。それは言わないでください。私だって努力してます。はいはい、もう言い訳みたいなのはいいから、とにかく早く作りなさい。私が帰るまでにね。わかりました。私はさき、28歳の専業主婦で、3年前に夫の匠と結婚、今は訳あって義実家へ。しかし匠が韓国へ出張へ行くと、今まで少し厳しかったお母さんがかなりひどくなって、匠に心配をかけたくない私は頑張って一人で耐えていたのですが、必死に耐える私が面白くなったお母さんは数週間後ありえない行動に出てきて。サキさん、今は買い物中？はい。はあ、でももう買い出しは終わって今帰っている途中です。あ、そう、今日の夕飯は何かしら？今日はコロッケにしようかなと思ってます。へえ、コロッケ。それもこの間のメンチカツみたいにお肉屋さんで買ってくるつもり？なんでお母さんがそれを？あの日私が帰ったら完璧にできてたでしょ。怪しいと思ったのよね。それでその日のゴミ箱を漁ったの。そしたらお肉屋さんの袋が出てきて。
そこまでしたんですか？私、一から作れって言ったよね。どうして出来合いで楽してるのかしら。あの日はやっぱりどう考えても時間がなくて、でもお母さんがどうしても食べたいとおっしゃったから急いで近所のお肉屋さんに行ったんです。あんた作りましてって言ってなかった？私を騙したのね。すみません、でも今日は一からコロッケを作るので。もうあんたは必要ないわ。あんたの荷物全部家の前に出してるから、持って今すぐ出て行ってくれる？え？全部ってどういうことですか？主に服関係ね。家の外にちゃんとゴミ袋に入れて出したから、ちゃんと持って帰ってよ。勘弁してください。買い出しの食材だってあるし、私の実家も遠いので泊まれるところなんてありません。義母である私に嘘つくあんたが悪いのよ。それに孫も作れないあんたなんかいらないの。さっさと出てけ。そんな、お願いです。子供の件も匠が帰ったらちゃんと話し合いますし、それに実は私今日頭痛がひどくて。頭痛がひどい？それこそ知らないわ。言っとくけど私の方が頭が痛いわよ。どういう意味ですか？匠がどうしようもない嫁を連れてきて迷惑かけられっぱなしで頭が痛いってこと。ああ、ほんと邪魔で仕方がない。そんな。言っとくけど数日後には匠とは離婚してもらって、匠には別の女性と再婚させるから。待ってください、そんなの匠も私も納得できません。いいえ、させる。絶対にさせる。だからさっさと出て行きなさい。あんたの居場所はないわ。こんなことって。家に戻ると本当に家の前に私の荷物が出されており、このまま入っても何をされるかわからないと思った私はおとなしくホテルを探していたのですが、スマホを手に取りしばらくしてカバンに入れようとした時、後ろからありえない衝撃が走って。おい母さん。あら匠じゃない。韓国はどう？元気にやってる？ちゃんと食べてる？あ、そうだ、私話したいことがあってね。ああ、俺も母さんに言いたいことがある。なになに、どうしたの？俺と絶縁してくれ。そうなの、絶縁ね。絶縁。え、絶縁？もう俺はあんたと二度と会いたくない。というかあんたと家族との縁を切りたいんだ。ちょっと待って、どういうこと？たくみ何を言ってるの？仕事で疲れておかしくなったのかしら？おかしいのはあんただろ。さっき追い出しやがって。 あら聞いたの？俺に黙って勝手に何やってんだ。さっきは俺に心配させたくないって頑張って耐えてたけど、昨日耐えきれずに LINE が来て、俺今朝急いで帰ってきたんだ。あら、帰ってきたの？ならそうと言いなさいよ。でも家に帰ってきてないじゃない。どこにいるの？病院だ。え、病院？さっきがあんたに追い出された後、事故に巻き込まれたんだよ。え？俺に LINE を送った後に脇見運転した車にひかれて、今病院のベッドで寝てる。あら、それは大変なことになったわね。何人事みたいなこと言ってるんだよ。あんたのせいだろうが。あんたがわけわかんねえ理由で追い出すから。わけわかんないなんてことないわよ。あの子は私にメンチカツを作ったって嘘をついて出来合いのものを食わせたり、私に反抗したりして本当に生意気だったんだから、ありえないでしょ。それはあんたがわざと意地悪く当たってたんだろ。俺が出張に行ってるのをいいことに。たくみ聞いて、さきさん全然子供できないでしょ。それでね、いい話があるの。私の知り合いの娘さんですごく綺麗で家庭的な人がいてね。待てよ。え？さっきから来た LINE の内容を教えてやる。そのままコピペで送るから読め。内容？お母さんから追い出され、今ホテルを探してます。それと妊娠しましたってな。え？さっきのお腹には俺との子供がいるんだよ。それなのにあんたは勝手な理由で追い出して、あんたのせいで事故にもあった。あんたはどう責任取ってくれるんだよ。知らなかったのよ、妊娠してるなんて。知らないで済まされるか。あ、まさか頭痛がひどいって言ってたのは。なんだって？さっき頭痛がひどいって言ってたのか？もしかしてつわりだったのかも。なんで頭痛を訴えてるのに追い出したんだ。というかつわりじゃなくても追い出すなんておかしいけどな。
ごめんなさい。だって嘘だと思ったから。メンチカツのこともあるし。メンチカツ？それはサキが目覚めたらゆっくり聞く。それでお腹の子は？今検査待ちだよ。これでダメだったら俺は一生あんたを恨む。あの世に行っても恨む。たくみ、母さんを許して。私、父さんが亡くなって寂しくてどうかしてたの。だからお願い。寂しくて？嘘つくな。あんたいい年して父さんの保険金使ってホスト通いしてるだろ。え？まだ日本にいる時、仕事帰りにあんたが入るところを見たんだ、ホストクラブにね。嘘。まあ別に行くのは勝手だけど、自分はしっかり楽しんでるよな。それなのにこんなことして寂しいが言い訳か。信用できねえよ。ふざけんじゃねえ。あんたとは絶縁だ。サキが落ち着いたらもろもろ動く。覚悟しておけ。翌日、お母さん。ああ、サキさん、本当にごめんなさいね。体はもう大丈夫なのかしら。それにお腹の子は？もう私昨日一睡もできなくて。私は骨折はしましたが、それなりに大丈夫です。それとお腹の子も嬉しいことに無事でした。そう、よかったわ。じゃあ待ってるわね、私の家で。はい、二度と戻りませんよ。え？昨日匠が言いましたよね、絶縁だって。だから匠も私もあんたのところには戻りません。いや、お願い、私本当に反省してるの。匠がそっちに向かってます、荷物を取りに。今までお世話になりました、また今度。待って、また今度って何？ねえ、どういうこと？サキさん。その後、匠は荷物を取り、私が入院している間はホテルに泊まり、その間に家探しをして無事に新しい住居を見つけることに。そして私は入院しながらも簡単な証拠を集め、退院後にはお母さんを訴えることに。モラル的な部分なので訴えることができ、お母さんから慰謝料を支払ってもらうことができました。また警察にも相談し、私たち夫婦に接近禁止命令を出してもらいました。お母さんは息子の匠や孫に会えなくなったことで、さらにホストクラブにはまり借金までする始末。今では家を売り、誰もお母さんの姿を知る人はいなそうです。匠は実の母がそうなっても気にしていない様子。韓国出張も切り上げてくれて、今はこっちにいてくれています。私も出産までは安静に過ごしていきたいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。